しかしたら自分にすごく下駄が履かされてたっていう状態があると思うんですね、うん、インディード時代についてもらいたいんですけど、斉藤匠さんの CM がみんな多分こう脳裏に焼き付いてるんじゃないかと思います。それを僕が入った時はですね、あれをやめるのかどうなのかみたいな、それこそグローバルの CMO から言われてですね、だけど僕はあれを継続するっていうジャッジをしたんです。フジテレビ清水俊弘のハッシュタグ仕事好き DX を科学するリーダーたちの実践法、仕事好き DX を科学する清水俊弘です。このコーナーでは私どっちかというとアナログ人間の清水俊弘がディアワンの河野さんと一緒に DX について学んで一流ビジネスパーソンになろうと、そういう企画になってますということなんですけど、 DX を科学する上で今日のテーマは何になりますか？はい、今日はですね、ジオテクノロジーの CMO であります水島剛さん。水島さんはですね、博報堂に最初入られて、その後 LINE と Indeed っていうですね、はい、日本代表するような大規模な B2C の事業で一貫してマーケティング担当されていた方で、なのでその時点でまずマーケティングについて知識を深めていただけるんじゃないかというのと、実はですね、ここ最近このジオテクノロジーズという会社に転職されたんですよ、はい、でその辺の背景をですね、僕としてもぜひ興味があるので聞き出していただきたいなというふうに思っております。なるほど、はい、CMO、 これまでの仕事好きにもファミリーマートの CMO であるとか、はい、地元ホールディングスの CMO とか、はい、いろいろな方出ていらっしゃるんですけど、はい、まだまだこう CMO の仕事ってどういうものかなってこうイメージしてるんですけど、これって DX には結構密接に関わってるもんですか？大きく関わっております。昔でいうマーケティングが今もうデジタルが当たり前の時代で、でもデジタルマーケティングっていうのは結局マーケティングの中の一部になるわけなんですけども、その一部がこう大きくなってきているという中において、水島さんはこう今までの方よりも比較的こう最先端のところを走られている方という印象ですので、この新しいことが聞き出せるんじゃないかなと思っております。それでは皆さんと一緒に学べればと思ってますので、行ってきます。はい、頑張ってきてください。はい、よろしくお願いします。ということで早速お話を伺っていければと思うんですけど、はい、CMO ってどういうお仕事になるんですか？ CMO っていうポジションって僕今すごく増えてきてるなと思ってるんですよ。昔日本の企業の中で CMO が設置されてる企業って本当に少なくて、で CMO が本当に日本企業に設置できるのか、つまり CMO の役割を数人で担うみたいなことは可能だけど、一人が CMO を担うってな、僕が10年前ぐらいですかね、いた当時は CMO を一人で担うのはとても難しいんじゃないか、つまりマーケティング人材がいないんじゃないかみたいなことは言われてたんですけど、今すごく増えてきたと思うんですね。そのスタートアップ企業とかも多くなってきたっていうのもあってですね、でも一言で CMO って言ってもその会社においてその人が実際にやってる領域って全然違うと思うんですよ、はい、デジタルマーケティングの獲得施策だけをやってるとか、部下が一人しかいない、だけど肩書きは CMO みたいな人もいれば何百人の組織を束ねていて、ありとあらゆるマーケティングファンクションを全部こう見てますとか、だからその会社における CMO の役割、つまりマーケティングがどういう機能を持つべきかっていうのがそれぞれ違うと思うんですね。なのでその CMO の役割を一言で言うと、その会社の成長に対してどういうマーケティングが機能すればいいのかってことを定義して組織を作って実践していく、それが CMO の役割なんじゃないかなっていうふうには思う。じゃあこれ水島さん自身が今のジオテクノロジーだけじゃなくて、仮にこう LINE の CMO になりますとか Indeed の CMO になりますって言ったら、水島さん自身の仕事ぶりも変わるものなんですか？そうですね、なので CMO として最初にその企業に入ると、多分ほとんどの企業において前任者が CMO がいたとしても、新しく CMO として入ったら今のその状況、そしてその未来の成長戦略みたいなものに合わせてマーケティングがどう機能すればいいのかってことを考えて、だからこういう役割のチームが必要だとか、こういう役割の人が必要なんだってことを一つ一つ部署の定義をして、個人のジョブディスクリプションの定義をして採用をしてとか、他の部署から人を引っ張っていくとか、その部署ごと CMO 配下に移動させるとかっていうのを含めてやり、企業においてマーケティングが機能する状態を作っていくって、これが役割なんで、それぞれの企業において担うべき具体の役割は変わってくる。だけど構想をして組織を作っていくっていうこと自体は共通しているんじゃないかなっていうふうに思います。これマーケティングとか CMO っていうとかっこいいキャッチコピーとか作って、いろんなキャンペーンを打ってこう話題を作ればいいんだ、売れればいいんだみたいな、そういう雰囲気とかって未だに持ってる人が多いと思うんですけど、それは一面ではやっぱり間違いではないって感じですか？
やっぱりそもそも考え方が間違ってます。マーケティングとセールスが何が違うのかっていうと、うん、僕は一つ大きいのは1対1なのか1対、まあ、N なのかみたいなところで、うん、特定セグメント多数の人たちに対して、まあ、メディアやコンテンツの力を使って一気にこうリーチを広げて情報を届けていく。それによって人の心とか行動を動かしていくっていう。なのでそういったプロモーションとか、まあ、広告宣伝みたいなところっていうのは一つの大きなマーケティングの特徴かなっていうふうには思います。マーケターとかやってるといわゆるブランディングにつながってるとかね、売り上げの間違いなく根幹をなす部分にはなってるけど目の前でこう売れたとかそういう成果が数字で出しづらいみたいな話をよく聞いたりするんですけど、そのあたりってこうマーケターとして悩む人とか周りにいたりしますか？デジタルのサービスにおいては、うん、まあ、例えばテレビ CM でものすごく話題になるものを作ったら、うん、やっぱりサイトへのアクセス、サービスの利用へのアクセスっていうのがガンって伸びるんですね、うん、それは本当にデータで見えるんで、あ、これはすごくうまくいったなみたいな、うん、あとはやっぱりそのよく言われるんですけど、まあ、KGI が最終的なその収益に直接つながる指標だとした時の中間指標としての KPI をどういう風に設定しに行くのか、マーケティングで成功するっていうのはこの数字が上がると成功なんで、この KPI をすごく正しく設定しに行くっていうのがまあ大事なんじゃないかなとは思いますね。でそれが上がればやっぱり自分がやった仕事がすごくこう成果につながったっていう風に、まあ、メンバーも含めて感じ取ることができるんで大事じゃないかなと思います。水島さんのキャリアについてもちょっと伺いたいんですけど、はい、ね、LINE とかインディードってもう本当に誰もが知る企業ですけど、まあ、ジオテクノロジーってそんなにね、こう皆さんが知ってるっていう会社じゃないと思うんですけど、ここへこう転職したきっかけみたいなのってどういうところにあるんですか？自分自身と、まあ、会社っていうものの関係性とかっていうことを考えて、会社に自分自身をプロモートしてもらってるっていう観点もあるんですけど、自分自身が会社をプロモートしていくっていう関係もあって、今まではどちらかというとやっぱり会社にプロモートしてもらってるっていう感覚が強かったんで、もしかしたら自分にすごく下駄が履かされてたっていう状態があると思うんですね、うん、なので会社に入って自分がその会社を大きくしていくとか、まあ、そういったことをやりたいって思ったのと、あとはやっぱりマーケティングって何が楽しいかって課題を解決していくことが楽しいんですね。課題が少ないところで自分がやりたいコミュニケーション施策をどんどんやっていくのが楽しいぜっていう世界ではなくて、やっぱりいろんな不都合が多いところで、でもこの限られたリソースの中で最大限その会社を成長させていくっていう、そこのまあプロセスこそがそのマーケターがやるべき仕事だし、一番楽しい部分なんじゃないかなというふうに思っていて、だからまあその課題が大きくて、だけどビジョンが大きいという、課題っていうのは現状とビジョンのギャップのことを課題って呼んでると僕は思うんですね。つまり現状がどうであれ、ビジョンがすごく高ければ課題が多いんですよ。現状がすごく高い状態でもさらなる高いところを目指していると、それは課題がたくさんあるって状態だと思うんですね。だから結局僕はその現状がどうであれ、ビジョンと現状のギャップがある程度大きくあって、それを自分が解決していって、できるだけ現状をそのビジョンに近づけていくためにたくさんのことを自分が貢献できそうだっていうふうに思ったところにジョインするっていう、まあ、そんなような気持ちでした。マーケティングの本質はそういうところにあるのかなって今お聞きしながら思ったんですけど、この17年やられててマーケティングそのものこう業界の変化みたいなのって何かありますか？メディア変化しました、うん、でテクノロジーも変化しました、はい、で生活者、うん、世の中も変化しました、うん、最近で言うと例えば SDGs とか ESG で、まあ、そういった社会的なものも変わってきたし、うん、まあ、メディアで言うとデジタル化しましたよってあります、うん、まあ、それをこうサポートするテクノロジー、まあ、最近だとメタバースみたいな世界もありますけども、まあ、そういうふうに変化してきましたよ。ただそれって誰かがキーワードをつけるから〇〇から〇〇に変わりましたっていうふうに人が理解するだけで、うん、実はもうちょっとミクロ的に見ると毎日毎日変化ってあるはずじゃないですか、はい、だから、うん、マスマーケティングブランディングの世界からデジタルマーケティング獲得みたいにシフトしましたよみたいなことを言うのは、うん、簡単に人が理解するためのフレーズをつけてるだけな話のように思っていて、実は毎日毎日変化してますと、全ては毎日変化している中にきちんとアジャストして合わせていって、そこに効果的なコミュニケーションを取り続けるっていうのが本質的なところなので、〇〇時代から〇〇時代、そして〇〇時代にこの17年間変わりましたみたいな学者が言うような整理をすることよりも、日々変化していっているよと、で変化していっているところにきちんと先頭に立って、世の中の先頭に接点を持ってそこに対してアジャストしていくっていうことがすごく、まあ、大事だと思うんで、あんまりそのキーワード的なものの捉え方っていうのは理解しやすいっていう意味ではいいんですけど、そのキーワード的なものの捉え方だけに問われてるんじゃなくて、日々自分が感じる変化っていうものを言語化できなくても自分の中で感覚として持ち続けるっていうことがまあ大事なんじゃないかなっていうふうには思ってます。
その話に尽きてる気がするんですけど、今後どういうマーケターが必要になってくって、あえてキーワード化していくとどんなことになりますか？でも本当にマーケティングっていうものが、うん、特に日本の企業においてはそのジョブ型雇用に今後ちょっとずつなっていくと思うんですが、うん、今まではその営業もやってマーケもやって人事もやって海外も経験して役員になっていくみたいな、そういうようなこうキャリアだったと思うんですが、うん、やっぱマーケターっていう専門職がちゃんと根付いて専門職をちゃんとずっとやっていくよっていうような人が増えれば、その中で必要なマーケっていう像がその時代時代でやっぱりあると思いますし、ただ本質的には先ほどお伝えしたように時代の変化にきちんとついていって、そこに適切なコミュニケーションを作っていくってことだと思いますし、それをやるためにはある意味、まあ、マネジメントですね、マネジメントの職に就いたとしてもきちんとその現場感を持ってプランニングに関わっていくっていうのは大事なんじゃないかなっていう気はしますね。あ、でもやっぱ組織作りですね。組織を常にアップデートしていかなきゃいけない、時代に合わせてその企業のステージに合わせて必要なマーケティング機能が日々変わっていくんで、うん、なのでこういう人が必要になったら連れてくるとか、だから僕内部のマネジメントと外部のマネジメントって言ってますけど、内部は採用とかも必要なんでちょっと中期的に必要で、まあ、外部だったらすぐ明日からも使ってくださいって言ったらプロジェクト組めるんで、だから内部のチームビルディングと外部のチームビルディング、これをまあ時間軸の中でどういうふうにやって、最後の質問になるんですけど、水島さん自身が仕事をする上で一番大切にしていることってどんなことになりますか？僕はやっぱりその楽しく働きたいなというふうに思っていて、マーケティングって仕事って世の中に変化をもたらす、まあ、チェンジメーカーであるっていうことだと思うんですね。ただ世の中を変えていくってやっぱ結構難しいんですよ。何が一番変えられるかっていうと、実は自分自身が変えられると思っていて、世の中が変化して変化した世界を毎日楽しんでいくよりも、自分自身が毎日生まれ変わって生まれ変わった自分から見る世界が違って見えるっていうことの変化の方が実は変化させやすいんじゃないかなと思っていて、なので世の中を変化させながら実は自分自身が毎日変化していって、でその変化した自分が見ている世界が毎日変化に富んでワクワクする世界になっていくっていう、なんかそんなようなことがすごく僕は楽しいし大事にしていると。なので常に自分自身変化しながら新しい刺激を自分自身に与えながらキャリアを作っていってるって、まあ、そんなような感じですね。なるほど。いや、本当にマーケターとは何か、 CMO に引っ張りだこはどういう人なのかって、もうまさにこう、ね、水島さん見てるとよくわかるなっていうのをこう感じながらお話を聞きました。ちょっと僕も頑張ろうと思いますので本当に本日は貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。コンさん、もうファンクションとファンクションの間をつなぐファンクションというのあたりにマーケティングと DX の密接な関わりすごい感じたんですけど、はい、どうでしたか？お言葉がですね、概念とかではなくて実践をされてきた方だなという言葉が詰まっていて感動しました。コンさんからも聞きたいこととか。大変勉強になりました。はい、あ、いいですか、ちょっといくつか質問させていただきたいと。KGI に結びつく KPI の設定の話がありましたと。多分マーケティングの施策を打つときに KPI を設定します。で、効果検証ってその KPI をミートしたかどうかっていうのはもちろん見ると思うんですけど、全然予想だにしなかった効果が出ることとかってあるんですか？特にデジタル広告だと、まあ、ターゲットとどういう行動をしてほしいか、まあ、それがこのバナーのクリックで、じゃあその次にランディングページがあって、じゃあそこで注文してほしいとか、キャンペーン登録してほしいとか、もしくはアプリをダウンロードしてほしいとか、まあ、そういうものがあれば一旦はまあその目的が達成できたかできなかったかぐらいだと思うんですね。もう基本はもう特定セグメントの特定の行動のためにやっていて、まあ、それがリターンとして返ってくるって話なんですけど、まあ、特に PR とかマス広告とかマスメディアを使ったアプローチっていうのは結局そのターゲットをペルソナとしてのターゲットは設定してるんですけど、メディアとしてアプローチするターゲットっていうのはマスになるんで、まあ、日本国民みんなみたいになるんで、まあ、そういった意味では全然違う効果もあるなと思います。例えば大人向けの商品の広告で歌を作った時に、その歌を小学生幼稚園の子がすごく歌うようになって話題になりました。そうするとまあその人たちがある意味インフルエンサーみたいな形になって、それがまたそのマーケティングのターゲットの大人に伝わっていくよとか、まあ、そういったサブ効果みたいなのはマス広告だとまあよく起こることかな。なるほど。その後そのナレッジって、水島さん自身にはどんどんナレッジが溜まっていくんだと思うんですけど、会社としてとかチームとしてそれを共有していくとか、どんな手法があるんですか？結構難しいのがラブレターが10つあります、はい、このうちの A、B、C は告白が受け入れられました、 B から残りは振られましたみたいなことがあって、じゃあそのラブレターの A、B、C とそれ以外の7つのラブレターを比較して何が良かったのかみたいなことを無理やり出すことはできると思うんですけど、はい、でもやっぱりそのラブレターを送る人、送られる人の関係性もあるし、渡すタイミングとか、それがメールで出したのか LINE で出したのか手紙に書いたのか、
それもパソコンで打ったのか手書きなのか汚いなのか綺麗なのかいろいろあるじゃないですか。だからそういう一個一個の状況がコミュニケーションってやっぱ生ものなんで全部違うんですよね。それをナレッジっていう形に言語化しちゃうとその背景にあるものすごくコミュニケーションに大事な枝葉の部分が削ぎ落とされてレポートになっちゃうじゃないですか。そういうその枝葉の部分を削ぎ落としたナレッジっていうのがどれだけその業務に関わっていない人にとってのナレッジになるのかっていうと実はそんなに学びにならないんじゃないかなと思っていて、結局は自分が実施してちゃんとプロジェクトのコアのメンバーとして関わって自分の仮説を持って検証してその結果はこうだったっていうこの学びがない限りそういったナレッジってやっぱ蓄積しにくいと思うんですね、うん、なのでやっぱりできるだけプロジェクトのリーダーだろうとサブメンバーだろうと自分自身の仮説をちゃんと持ってそれを検証しに行くんだと、自分はこう思ってなかったけどどうでもいいややれって言われたからやるじゃなくてこれが絶対に効くんだっていうふうに信じて実際にやってみるってこの経験をどれだけ回数重ねたかっていう一番大事な記録に残せない部分っていうところそれがすごく大事なんじゃないかなっていう気がします、うん、ありがとうございます。続いてインディード時代についての話、斉藤匠さんの CM がみんな多分こう脳裏に焼き付いてるんじゃないかと思います。あれは満島さんが仕掛けたんですか。あれはですね、実は僕が入社するちょっと前に企画が、まあ、あって、それを僕が、まあ、入った時はですね、あれをやめるのかどうなのか、それこそグローバルの CMO から言われてですね、だけど僕はあれを継続するっていうジャッジをしたの。だいたい新しいマーケのヘッドを作ると、前任者を否定するというか変えるっていうのがだいたい分かりやすく自分の成果を出すってことなんで、やりがちなんですけど、僕はあえてそれをせずにですね、いやこれをもうちょっとアップデートしたらいいんじゃないかっていうふうに思ったんですね。当時CM の後の検索ボックスの中に何も書いてなかったんで、ここにキーワードを入れれば CM っていうのは認知獲得だけじゃなくてアクティベーションにもつながるんじゃないかな、つまりその CM の最後のこのボックスに面白い言葉が入ってたらインディードで実際にその言葉を入れてみて検索してみたくなるんじゃないかなと思ったんですよ。でそれってやっぱり CM が認知獲得だけじゃなくてアクティベーションにも寄与するべきだっていうのが僕の考えがあって、でそこにプロモーションを重ねて知って実際検索を試してみる、仕事を探すっていう経験をしてもらうっていうところまで持っていく、そのために今もうすでに浸透しているものフレームを活用してその次のページに持っていこうっていうのは僕はやったことです。なるほど、めちゃくちゃ面白いですね。最後にですね、将来 CMO になりたいとかマーケティングの部署に入りたいみたいな方もいらっしゃるので、その方々にちょっとメッセージ欲しくてですね、一言いただけると嬉しいです。行動的なところで言うとオンリーワンの自分のブランディングを作るってことはやっぱり自分自身の個性を作るってことで、それはやっぱりある程度オンリーワンのものがいいと思いますと、でそのオンリーワンを作るときに何が大事かっていうと自分とやっぱ向き合うことだと思うんですね。人間っていうのは多分生まれてみんな違う感性を持ってると思うんですよ。赤色が好きな人が青色が好きだし、バーナーが好きな人が黄色が好きな人がいるしっていうので、そもそも人っていうのはみんな個性的なんですよね。でもその社会に学校教育に入っていってなんとなく標準化されちゃうみたいなことがあるんですけど、自分自身に向き合い続ければその標準化の影響を排除することができると思うんですね。で本当に自分が好きなこと、自分がやりたいこと、そういうことをずっとずっと突き詰めてやっていくと別に気を照らう必要はなく個性的な人間ができるはずなんですよ。そこに対して個性的な人間かつその個性がある程度強い状態にあれば誰から見ても面白いやつだなと思われて、マーケティングって結構そういう面白い個性を持った人とそういう人たちが掛け合わされてケミストリーを生んで新しいイノベーションを作るみたいなことがすごく好きなので、マーケターになるっていう最初の段階でもそうですし、まあ、マーケティングの部署にこう配属されてじゃあマーケティングのキャリアを積んでいくっていう意味でもずっとまあ大事な要素なんじゃないかなっていう気がします、ね、なるほど。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではゲストの皆様がどのように DX を実践しているのか、そのマインドやノウハウを伺うコーナーになります。多角的に深掘りすることでより DX を好きになっていただければと思っています。この動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録をしていただき、コメント高評価をいただければ幸いです。これからも DX を科学する、よろしくお願いします。